咲かせましょう。ド派手な花を咲かせましょう。それはくだらないことだけど大切なこと。頭に花を咲かせましょう。モンシロチョウも飛ばしましょう。それは幸せなこと。それはハッピーな。この番組はご覧の提供でお送りします。はい、こちら全国から魅力を伝えたいミーコ TV は JR 安土駅から徒歩1分にあります安土城郭資料館からお届けしています。はい、はい、そうですね、次はここからはですね、東近江エリアを PR するこちらのコーナーからいきましょう。はい、東近江イラスト PR コーナーはい、プルプルじゃあちょっとね、なんかね、余計な何もなかったですかね、はい、大丈夫現在、滋賀県内外で活躍中のイラストレーター黒うさぎさんが、はい、ミコ TV のために描いてくださったキャラクターとともにイラストで東近江の名所をする名所をご紹介するコーナーです。はい、そうなんです。はい、なんと描いてくださったキャラクターは8名です。はい、それぞれ私たち出演者をイメージして描いてくださったそうです。今回はどのような方が登場するのでしょうか。早速キャラクターを見せていただきましょうはい、はい、ですね、今回は森山優子ちゃんです。東近江高校2年生、身長は160センチとちょっと高めですね。血液型は B 型なんですね。東近江市の大垣町に住まれていまして、まあ、こちらもですね、真中ちゃんのね、同級生です。はい、小さい頃から宮司を務める家のお手伝いをしており、はい、はい、巫女としても評判だということです。巫女さんです。はい、ね、巫女さんなんですね。はい、学校では成績が優秀ということで、はい、やったおっとり通している優子ファンも多いということですね。おとなしい性格ですが活発的で、実はモデルもしているということなんですね。かわいいですね。ねえ、モデル、はい、カメラの前に立つと大人びた表情に変わるということで、キラッて感じるんですか。はい、人との関わりを大切にしているそうで、その思いがきっかけでモデルを始めたみたいですね。はい、ファッションが好きな女の子らしい優子ですが、趣味はなんと鉄道ということで、鉄道それも乗り鉄なんです。乗り鉄乗るのが好きなんですね。そう、乗るのが好きなオタク、オタクちゃん、オタクちゃん特にあの近江鉄道の車窓からの景色が好きということで、それはいいですね。ね、近江鉄道の、ね、景色結構綺麗なところ多いですからね。はい、そうですね。でですね、食事で、ね、大好きなのが和食ということで、はい、特にお漬物や郷土料理が好きということで、もうもてこいのところに住んでますね。東近江市の村井さん、水産さんの、あの、マス、うん、違う。船寿司ですね。マス寿司も美味しいですけどね。そう、船寿司。そうですね。あの、湖南市の山城さんのですね、お漬物も大好きという方ですね。ですね。はい。でも嫌いな食べ物がスイカとメロンということで、あの、大きくて丸い系はダメなんですか。大きくて丸い系がダメなんですか。なんかスイカとメロンとなんか似てますか。ね、なんかトラウマでもあったんですかね、こう。なんかボーリング嫌いとか。ちょっと玉はとか言って。行く場所は、はい、太郎坊さんと三井アウトレットパークということで、おしゃれが好きってことですね。はい、あ、そうですね、服いっぱい売ってますもん ね。なるほど、そういうことなんですね。はい、はい、そうですね、映像も流れてるんですが、はい、今回優子ちゃんが紹介してくれたのはどちらなんですかね。はい、今回近江鉄道太郎坊駅から徒歩20分にあります、はい、将軍の神太郎坊宮です。坊宮さん、そうなんですね。太郎坊宮は太郎坊さんと呼ばれ、はい、町の方に親しまれていてですね、将軍の神様として全国でもその名を知られているそうです。はい、おー、はい、すごいですね、将軍の神様かっこいいですね。こちらがですね、あ、この山です。これ、うん、登るの大変そう。あ、すごい階段。あ、段、まあ山ですから段々になってる。すごいですね、階段。
で上がっていって上がっていって、あ、どなたでしょうか。はい、あ、お、この前のあれですね、リポートされたやつですね。はい、はい、真央さん、真央さん、はい、あ、初代のね、初代 MC さん、はい、お会いしたことないんですけども、とてもお綺麗な方ですね。はい、あ、この方ですね。はい、登られたってことですかね。必死ですね、体力勝負。うさぎさん途中で疲れちゃいそう。ダメですね、連れてかないでくださいね。絵描いて待ってるね、待ってるねって。でも絵描くのも良さそうな場所ですね。そうですね、風景画とかちょっとやってみたいなって思うような。あれ疲れちゃったかな。あー、でも綺麗、すごいですね。はい、コントラストが、はい、すごい見晴らし、すごいですし、はい、こちらのですね、太郎坊さんは正式な名前は阿波神社って言います。はい、はい、なんでしょう。はい、ぜひ素晴らしい景色をですねご覧になっていただきたいなと思います。はい、はい、ところでうさぎさん、今回描いてくださったゆうこちゃんなんですけど、はい、どの方をモデルにされてるんですか。竹部さんです。ありがとうございます。どうですか竹部さん。いかがですか。すごく嬉しいんですけど、はい、なんか可愛すぎて照れくさい。はい、なんでですか。なんとなくね、私紫のイメージあったんですよ。あ、そうなんですか。似合いそうな感じがするんですよ。紫好きですか。好きです。ね、言わしてる感大丈夫ですか。ね、今嫌いって言ったらうーんってなりますからね。しゃあないみたいな。でもね、すごいモデルさんですし、車も紫。あ、車も紫。あ、そっか、こっちの大きいワイン系かな。ね、でワイン飲んでそうですもんね。ね、なんかこう大人な感じでモデルさんですしね。はい、モデルさんなんですよね。ね、服とかあんまり褒めちぎるとダメなタイプだから、バカになっちゃってください。ですね、だって船寿司が好きって書いてありますしね。船寿司もバカですね。ちょっとここら辺で気づき出したんですが、はい、鉄道オタクなんですか。鉄道は乗るのは好きかもしれないです。かもしれないです。好きかもしれない。混んでなかったら。混んでるとね、ちょっと嫌になりますけれどもね。はい、でもね、この車窓がの景色が綺麗ということで、ちょっとゆっくり乗ってみたいなぁ、ね、巡りたいですよね。巡りたい、座ってお弁当食べながら、ね、お弁当食べながら旅したいです。いいですね、それ楽しそう。はい、景色ね、世界ロケ行きましょう。おお、行くんですね。やったやった、ね、ゆっくり鉄道に乗って、はい、本当にお弁当食べてぶらり途中下車の旅です。あ、いいですね。ガチャポン、ガチャポン探しましょうよ。あ、もうど登場。やったやったやった、一緒なんだ。ね、ね、あの駅長さんね、ガチャポン可愛いんですよね、本当に。ずっとキツネさん、キツネさん、はい、うちの兄が大ファンですと言っておきます。わざわざうちを買いに行かれたということで。そうなんですよ、あの、三井のアウトレットにもご一緒させていただいたんですけれども、はい、終わってからなぜか妖怪地までこうあれが欲しいと言って買いに行ったぐらいのファンです。あ、すごい。よろしくお願いします。はい、お兄ちゃんにはいろいろね、はい、コンテストにも出ていただいたりとかお世話になりましたのでね、無茶ぶりをめちゃめちゃされたんでね。そちらの動画もね、あったらね見ていただきたいな。もうね、息ぴったりだったんで、ね、兄弟で兄弟でね、あのね、はい、ポーズしてやりました、やらされました。うん、やりたそうな顔。あ、ここに映って、うん、ここお兄ちゃんとあれ、うん、どこかわいいし、ね、兄弟とももよろしくお願いします。すいません。お兄さんもね、一緒に鉄道乗ってないじゃないですか。ガチャコに会いに行こうって絶対来てくれると思います。どうですかね、お手伝いとか。お兄ちゃん見てる。お兄ちゃん来てくださいそれもね、またね、人が増えたら楽しそうですね。証明す証明したね。ちょっと聞いときますね。お弁当買ってきてくれる人とか走りじゃないですか。はい、この映像を見たらね、ちょっとなんか
アクションを起こしてくれたらなと思います。はい、楽しみですね。もうすいません、なんかこんなんでお兄ちゃん楽しい、はい、はい、さて今回登場していただきましたゆうこちゃんも含め登場するキャラクターは全てで8名です。はい、はい、残り2人です、ね、2人になりましたね。はい、はいはい、どんな秘密のストーリーがあるのかね、すごく楽しみなんですけれども、妖怪地は妖怪地にちなんだ、ね、ストーリーがあるということですので、はいはい、早くねそのね、秘密のストーリーが知りたいので、ね、あと2人登場したら教えてもらえるんですかね。はい、ワクワクですね。はい、はい、では次回ね、どんなキャラクターが登場してくれるんでしょうか、そしてどんな地域を紹介してくれるんでしょうか。それではこの後のコーナーもお楽しみに。そうっぽくない、理解したように笑うけど本当はね、笑った顔をインプットして楽しい。理由もない、ただ意味ならちゃんとあるの、本当だよ、伝えても意味はないかも、信じないよ。